怒る怒らないの違いっていうのはね、脳科学的に言うと怒るっていうのはこれ脳後シグナルって言われるもんなんですよ。つまりね、そっちの方には行っちゃいけないって、まあ、例えばこれ子供が危ないことしそうだからお母さんがそっち行っちゃいけませんって言って怒るっていうんですね。で、ゴーシグナルっていうのは逆にこれをやりましょうとかこれをお勧めしますっていうのがゴーシグナルなんですね。ゴーとノーゴーっていうのが脳の中であると、それを前頭葉で受け止めていると。ですからね、このメリハリが大事なんですよ。怒ってばっかりいたらノーゴーばっかりで、じゃあ自分の周り壁ばっかりになっちゃうじゃないですか。怒るということは、まあちょっとそれ、まあ、ほどほどにしてね、むしろこっちに行こうよとか、これが素晴らしいよねってゴーシグナルをたくさんあげた方が子どもも社会人も育つというのが実は脳科学的な事実です。ですからね、怒る人がもしいたとしたら、その人にお願いしたいのは怒るだけじゃなくて、じゃあどっちの方向に行くとすごいと思ってるんですかとか、何がいいと思ってるんですかって、そのメッセージをきちんと出すことだと思いますし、受け取る側にしても、じゃあ怒られて、あ、これはやっちゃいけないんだな、これはノーゴーなんだって、じゃあ逆に自分の中で、あるいはその怒ってくださった方にゴーはどっちなんだろうって、そこで探るっていう、自分の行く方向さえ分かってればね、人間っていうのはね、成長し続けることができるんで、ぜひノーゴー、怒ることによるノーゴーだけじゃなくて、ゴー、こっちへ行こうということを大切にする、そういう社会になっていけたらいいなと思います。この番組はエイブル、清水建設、 JT の提供でお送りします。なんか不思議な気分です。いつもゲストの方にお話伺うことが多いから、自分が何かを話すっていうのはちょっとそわそわしちゃいますね。トラウデン直美です。今回は私のコンプレックスについて話します。自信ないですね、いつも。これは自信あるっていうものがない気がするんですよね。いろんなことをこうやらせていただいて、なんか大体ある程度まで、嫌味に聞こえるかもしれないけど、大体ある程度まではできるんですけど、これは誰にも負けないって言えるものがないなっていうのがずっとこうちょっとコンプレックスで、それが裏にあるから、こう何をやっててもちょっと自信なさげにやってるように見えるみたいなんですよね。でいつもこう母からも、なんか自信がなさそうとか、モデルの仕事してて事務所の人に、もうちょっと自信があるように歩いた方がいい、堂々としてた方がその方がみんな信じるからっていうふうに言われても、なんだかこう自信が持てない。それがあるから、まあ、それがあるっていうのもあるし、あといろんなところに興味が向くっていうのもあるんですけど、それでいろんなことに手を出すんですよね。いろんなことやってみたいし、知りたいし、でそれであれもやってみたいな、これもやってみたいなって言って、ちょっとずつこう手を出すんですよ。でもやっぱりそれも全部ちょっとずつだから、その道のプロたちがいる中でかじった私がやってますって言えないなっていうのがあって、でも逆にこう最近はそれぞれこことここをこうつなげるたら面白いかもみたいなのを想像で、頭の中だけです、まだ仲間たち集めて、今これ面白いと思ってるんだけど、なんか一緒にできることないかなみたいな、ちっちゃな種まきはしてます。まだ芽は出てないけど。そうだから、ここが可愛げのないところで、なんか努力してるこの過程の途中の中途半端な状態を見られるのが異常に嫌いというか、ものすごくその無防備な背中を取られてる気分になるんですよ。どっちか、もう何にも知らない、もう私知りませんの赤ちゃんの状態か、もうがっちり武装した状態かじゃないと不安というか。自分で言うのもなんですけど、理解力は結構ある気がします。その分野のことは分からないし知らないんですけど、その人が言ってることで、あ、こことこことここのこと言ってるんだなっていうのは、なんとなくスルッと入ってくるのはあるの で、それを噛み砕いて、こういうことなのかなっていう疑問がやっぱ生まれるじゃないですか、知らない分野だから。
ってことはこの線ってこうつながるのみたいなのを聞いてみると、あそうそうってなる場合もあるし、あそうそうこっちじゃなくてねこっちなんだよねって教えてくれることもあって、あなるほどそういう向きなのか。でその作業が結構好きで、だから人の話を聞くことはめちゃくちゃ好きですね。それは一つない自信の中で少しこうある部分です。そこはリスペクトもあるし、その話を聞いてワクワクする気持ちはやっぱり本物だと思ってるから、物足りなさはないんですけど、聞けば聞くほどわすごいな、なんかリスペクトが膨らみすぎちゃって、それが大きすぎて私には無理だなってなっちゃう。そこが自信のなさになっていく、言ってしまうのかもしれないですけど。これはめっちゃ内側の部分だし、本当は人に言いたくない部分なんですけど、好きなのはやっぱり尖った人に話を聞くことだし、その人たちが見てる世界を見てみたいと思う方が強いです。でもやっぱりどこかで自信がないがゆえになのか、一人間としての欲求なのかはわからないですけど、地上波の多くの人が見るテレビですごいねって言われることに、それをこう手放せない自分はいますよね。そこはやっぱり、でそこが結構今の私の悩みの根源でもあって、そこの楽しさもあるんですよ。やっぱりそのある意味予定調和というか、そこをこううまくパズルみたいに組み立てていく作業っていうのも、それはそれで面白いし、でそれで一つこうパッケージを作るっていう作業も面白いは面白いんですけど、やっぱりこうたくさんの人が見てる分、自分をこう囲わなきゃいけないことは結構あって、自分は本当はこうしたいんだけど、それは多分しちゃダメだろうなって自分で抑えちゃうことはあるので、いつまでかなっていうのはよく考えます。そうでも何かやるとしたら、トラウデン直美ではやりたくない気持ちがあるんですよ。だから今はテレビに出ちゃって、いろんな人がこう見てくれて知ってくださる方も結構増えてきた中で、トラウデン直美さんがやったから成功に見えるみたいなのは嫌なんですよね。自分がやったことが先に評価されて、後から誰がやったのこれ実はっていう、それかっこいいなって憧れがあるので、ずっとなんかいつかそういうのはやってみたいなとは思ってます。努力なのか逃げなのか分かんないですけど、いろんなことには手出してます。新しいことをちょっと勉強したりとか、昔からやってることをちょっと長く続けてもう少し極めたいなと思ったりとか、だからある意味良くも悪くもしたたかになれなっていけたらいいなと思ってて、もうちょっと今の立場を利用できるところは利用して、そうじゃないところはある意味割り切って、まあまあそれはもうしょうがないからって思えるように、うまく消化できるようになれば、今まだ過渡期なんですけど、私の中では捨てられないんですよね。憧れが強すぎて、本当にここにいらっしゃるゲストの方々特にすごくこう光って見えるんですよ。まあ光ってるからなんですけど。まあまあ言うてもまだ24なんで、もがいてて仕方ないというか、そう自分を客観してる自分もどこかにいるから、まあ、その自分がいる限り多分大丈夫だと思います。なんとか なるとは思ってるので、うん、若者のクリエイティブの才能を発見する新しい番組コンテンツ、イマジネコンペティション。今年で15回目を迎えるエイブル空間デザインコンペとコラボして作品を募集中です。今年のテーマは壁と会話する。優勝作品はミラノサローネで世界デビューのチャンスです。エイブルデザインを覚えてグランプリウィナーデザインアワーイズユニバーシティオートーケン。皆さんのご応募お待ちしています。
同じ高校なんですよね。そうなんですね。もう有名だった。外務省の仕事に興味があるって方はチャレンジしてほしい。十分できる。同じ高校なんですよね。そうなんですね。もう有名だったんで、高校時代から茂木さんは我が高校の先輩だっつって、ああそうなんだって。ちょっとこれ改めてなんですけど、ジャーナリズムって一番難しいことってどこなんですか、その突破しなくちゃいけない壁っていうのは。私は結局はその記者がその一つの、どんなテーマでもいいんですけど、その自分の向き合ってる問題にどれだけこうパッション情熱を傾けられるかどうかかなっていうふうには思ってるんですけど、その問題をやっぱり社会を少しでも動かしたり変えていくために伝え続けられるかなっていう意味では、そのテーマに関するこだわりとか、何が何でもやっぱりこれを伝えることで少しでも世の中が変わっていくっていうふうに思い続けられなきゃいけないと思うので、かつてやっぱり会社でそれを書く書かないをやってた時は、最後はね、どっちかっていうと取材はいろいろやれるので詰まってきますよね。で、最後書いて表現して社会に出せるかどうかって時に、やはりこれはもうちょっと詰めが甘いからやめてほしいとかね、社内でのやっぱり説得、社内での戦いっていうのが一番そこは大きい。出る前が、これは本当に我が社だけでなく各社みんなそこはあるのかなと。それこそ総理のご意向文書が家計学園で出てきた時も、あれは実は NHK の社会部の女性記者が一番早く入手し一番取材をしてたんですよね。だけどこれ出したいけど出せないと。で、それ最後に選んだ手段が夜の21時40分ぐらいのニュースの中で、今その獣医学部を作るかどうかの審議で若干有識者会議で揉めてますみたいな、そういうなんか有識者会議でなんか今いろいろなんか話し合いが揉めてるんだっていうニュースの中にちらっとご意向の文章を、そういうのご意向を黒塗りにしだしたんですよ。でもそれ最後のメッセージなんですね。私たちはもうここまでしかできない。あとはその当時毎日新聞と朝日新聞が知ってたっていう状況があるんで、あとはある種よろしくというね。で、翌日にだから朝日新聞がその黒塗りを剥がしてですね、総理のご意向文書っていうのをドカンと出した。どうなんですか、要するに個人としてフリーランスとかいう形でもジャーナリストってできると思うんですけど、一方で組織でやることによって持つ力もありますよね。その個人と組織の今の事例もそうなんですけど、関係っていうのはどう考えますか。やっぱりその組織の中で、日本の場合はね、ニューヨークタイムズとかワシントンポストとかっていうのはどんどんこうみんなが記者がステップアップするので、ずっとワシントンポストにいるとかニューヨークタイムズにしかいないっていう記者は今すごい少なくなってて、で、そうそう、新規のメディアも今出てきてて、この間昨年最高裁の中絶ということ自体が違憲であるっていう、衝撃的な最高裁判決を抜いたのは新しい新規のネットメディアだったんですね。で、こういうネットメディアとニューヨークタイムズの記者とかがこう交互に入れ替わるみたいなこともあって、流動的になってる分個人として生きやすいっていう、そういうシステムになってるけど、日本は朝日新聞だったらずっとそこに居続けるっていう人が、いわゆるサラリーマン化っていうのがメディアでもあるので、なかなかこう会社の論理を突破できないっていうことは日本の中で往々にしてあると思うんですね。なんで望月さんは突破できるんですか。いや、私は別に会社の論理を突破してるつもりはないんだけど、時としてでも突破してるところもあるんですけど、ただ東京新聞の中でどこまで、ジャニーズ問題にしてもどこまで自分が書きたいことを書けるかっていうのは、やっぱりその社内の中でのこう激論で、時としてやっぱり私はこう見送らざるを得なかった記事、スクープ記事っていうのもいくつか確かにあるんですよね。でもね、望月さんはノンフィクションでもフィクションでも映画のモデルになったりとか、だからちょっと日本の報道界のジャンヌ・ダルクみたいな、その強さってどっから来るんですか。でも同じようなマインドですよね、多分茂木さんも。もうなんか何者にも規制されない。いや、僕は弱いです。どうしてその強くなる、いつから強くなるんですか。
強くなりました。いつからそんなに自分で強くはないとは思ってるんですけど、ただあんまりそのおかしいなと思うと忖度するとか同調するという感覚はなくて、小学校3年生の時にいじめっ子のガキ大将がいました、うん、それにこう声を上げたり抵抗するともうボコボコにされるんですね、うん、でその彼が私の親友の女友達をいじめたってことがあって、で強い人なんだけど、まあうん、そこでそこにまあ怯まない、忖度しない、だからその時も、まあ、どうせ彼に向かってったら、うん、ボコボコにされるなと、まあ、体格差もあったし、うん、だからみんなそのいじめとかやっててもそれこそなんかひどいよねって言うけど立ち向かわないみたいな、そのガキ大将と、うんうん、で私はその時やっぱり自分の親友がそこまでされたので、まあ、ボコボコになるよなって分かってたんですけど、うん、この野郎って向かってって、え、どうなりました？でボコボコにされましただからその時の感覚とやっぱり菅さんに ぶつかってあの質問してた時の感覚って多分あんまり違わないなと思ってて、空気は読まないんですね。まあ空気はそうです、まあ、自分なりにちょっと読んでるんですよいろいろ。でも他の人の読み方に比べると、まあ、そんなに読んでないようには見えるのかなとは思いますね。ところで子供の時アニーの主役やってたそうですね。そうです、ただこれはあのなんだ東映がオーディションやってて、あの、うん、それを審査を勝ち抜いてやったのはあの山本しおりさんって、今菅野しおりさんになってますけど、私はもう練馬の児童劇団っていう、まあ、小さい劇団の中で主役をやって、なんかその感覚って今でもあるんですか？なんかあの望月さんのご活躍見てると本当、うん、主役みたいな、ドラマの主役みたいなところあるんだけどまあドラマより現実の方がいろいろあって、うん、面白いなっていうのは、まあ、ニュースやってる感覚としてですね、裏の流れとか政治の流れとか見てると、度胸という意味で母がちっちゃい頃から舞台上演させたくて、その練馬の児童劇団、そうだから小中学校の前半まではあの舞台女優になるのが私の夢だった、北島麻友にもハマりましたし、ガラスの仮面、そこであのなんていうの、あの発声ですよね。けど発声結果としてジャーナリズムというドラマの主役になってますよねいやいやいや、あのね、ジャーナリズムであくまでも主役は各ターゲットの対象者の方たちなんですけど、まあ、そこでおそらくあの質問してる記者がね、スポットを浴びること自体が日本のいわゆるメディアの閉塞状況を示してるのかなとは思うんですけどね。あ、だって本当は持ち主さんは目立たない方がいいんだ、うん、そうそうそうですね。 だからニューヨークタイムズの記者に言われたのは、いや、ホワイトハウスの会見見ればわかるけど、あそこではみんなが持ち主いそこだから、持ち主さんがアメリカであれやっても全然注目されないと。あ、そうか、でも日本のこの空気、あの官房長官会見でシーンと静まり返ってパチャパチャパチャってやってね、一人だけなんかねこうやってあれがワシントンだとみんな当たり前だから、そうですね、だからあのニュースにも話題にもならないけど、望月さんにね憧れてる学生とかいると思うんだけど、その新聞記者とかジャーナリストになるためには学生の時特にどういうことを心がければいいですか？なんかあのジャーナリストしかないと思う必要はないと思うんですよ。なんかこうどんな、ね、仕事についてても、うん、やっぱり自分が本当はこうあった方がいいんじゃないかとか、こうした方がいいんじゃないかって、その今の学生さんが持ってる価値観とか思いっていうのが、それがすごい一番大切で、例えば今私が感じてる選択的夫婦別姓とかね、同性婚に関する思いと、やっぱり若い方たちをインタビューして彼らが感じる思いって全然違うので、そういう今の大学生の感じる生きづらさとか不自然さとか、なんでこんなになってんのっていうものをなんか大切にしててほしいなっていうのがあります、ね、なるほど。最後にね、はい、日本のは報道の自由ランキングでもまあ相変わらず低位なんですけど、うん、これから日本のジャーナリズム、それから日本の社会を良くするために一番大切なことは何かってことをちょっとメッセージいただけますか？まあ、最近カウアン・オカモトさんってジャニーズ事務所 の元創業者の北川さんをの性加害を告発する動き出てきましたけど、あのやっぱり勇気ある告発とか、やっぱ変えるためにオフレコ破りをしていく記者の度胸とかですね、何かを変えていくときは必ずやっぱりどっか突き抜けて飛び抜けて、それやったらまずいんじゃないの、いろんな人からバッシング浴びるよって言われても、いやでもやっぱりこうあるべきだからやるんだっていう、その覚悟と突き抜けるやっぱり勇気ですかね。それがみんながモヤモヤしてる気持ちがあって、あの人が出てくれた、伊藤詩織さんじゃないんですけど、あの人が声を上げたってことでみんながなんか突き動かされていくと思うので、そういうこう、そう、その同調圧力や、ね、空気にとらわれない勇気、そしてそのバッシングを恐れないなんていうかな、力っていうのが今一番大切かなっていう気がしますね。
どうぞよろしくお願いします。お願いします。交渉というものは常にクリエイティブなものだと思うんですけども、外務省のキャリアを通じて対外交渉において最も重要なことってどういうこと？2つだと思ってですね、1つは相手の人との信頼関係を作ることですね。それはそれぞれ代表してますから、そんなに全て腹を割るわけじゃないけど、こいつの言うことはあんまり間違ってないなと思わせなきゃいけない。もう一つはですね、内を固めることでですね、自分が言ったことが中から違うんだってことになったらぐらつきますよね、うんうん、ですから内を固めて相手との関係を作っていくと、この2つなんじゃないかなと思いますね。なるほど。ご在任中はブッシュそしてオバマの政権だったと思うんですけど、そうですね。はい。当時日米間の懸案というのはどういうことがあったんですか？一番大きいのはやっぱり沖縄の普天間基地の移転問題って、これが常にありましたね、うん、それから TPP に参加するかどうかという話、当時はアメリカを参加しろよと言って、日本がうーんと農業もありますしと言ってる時代ですけれども、だいぶ違いますけど、その2つが政治の方と経済の方で大きい問題だと思います。それから 3.11、はいはいはい、これが大きな問題でございましたね。あの友達作戦は大変我々にとっても心強かったですが。そうですよね。で、私は自分の責任でもあるんですけど、思いますが、友達作戦にみんな招待が行くんですけど、実はその指令を発してたのはオバマ大統領でありワシントンのトップの人たちなわけですね、うんうんうん、ですからああいう人たちにも感謝しなきゃいけない。で、私はね、実は 3.11 で一番思いますのはね、あれ世界中に助けてもらったわけですよね、うん、中国も台湾もそうですし、うん、韓国もそうですし、そのね、感謝っていうのはね、10年経つなんとかっていう節目に世界中にもっと発信していかなきゃいけないんじゃないかと、日本人はというのは常に思ってですね、例えばね、全然違いますけど、杉原さんって昔日本の外交官いたでしょ、あの人命のビザって書いて、はい、これ未だにユダヤ人は感謝してくれてるわけですよね、うん、その助けられた時の感謝っていうのをもう少しこうやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。このご著書、まだ間に合う中では若者に対するいろんなアドバイスをしてくださるんですけど、英語大事なんですよね、英語より中身みたいな言い方ということはありますけど、あれは間違ってる？私は全く間違いだと思います、うん、なぜかって言えばね、中身がいくらあったって伝えられなきゃしょうがないですよね。世界の真ん中の人はみんな英語でやってると、うん、英語を使うしかないんだろうと思います。で、私はよく若い方に言うのはですね、英語を勉強方法としてはまず耳を鳴らさなきゃいけない。読むのはね、辞書を引けるし、話すのは自分の語彙で話すけど、相手が言ってるのは分からなきゃいけない。そのためには YouTube がいいよと。おうおう。で、 YouTube で人のスピーチを聞いて、それを何度も同じのを聞くと、あまりにもドラマは難しいですよ。スピーチはみんなに分からせるように話しますから、あれを何度も聞く、そして場によってテキストをダウンロードして、そしてやればいいんじゃないかなと。藤崎さんは日本のことをね、よく知れって言うけど、でも実は外国に行ってからの方が日本のことをよく知るっていう動機づけが強まるから、とりあえず外国行けとおっしゃってますが私は、そう思ってます。で、よくね、それはなぜかというと、今若い方と話すと、日本文化は私は知らないと、日本の歴史を知らないから恥ずかしいから、ちゃんと勉強してから行きたいと、うん、日本の文化って何つか、お茶だお花だ美術だって、あるそんなものをいちいち勉強したらものすごい時間がかかっちゃって年寄りになっちゃいますよね。だからそんなことよりもとにかく行って、あ、こんなこと知らないんだったらいけないから勉強しようと思えばいい、とにかく早く行っちゃえよと。フランス人だってフランスの革命の歴史もよく知らないし、アメリカ人だって別にアメリカのこと知らないと、だからとにかく早く行った方が得だよっていう感じは私は持ってるんですけど、先生どう思われます？いや、おっしゃる通りだと思います。日本は、まあ、どういうふうにこれから日本を、ね、反映させていったらいいかということで、いろんな人が迷っていると思うんですけど、これから進む日本の道というのはどういうものであるとお考えですか？私は日本は基本的には結構うまくいってると思います、うん、例えばASEAN なんかでどの国は一番信頼できますかっていうと、日本がトップですよね。なるほど。で、アメリカが来て中国が一番低い方ですけども、うん、とにかく結構信頼感がある国になってると、だから日本はいいんだろうと思いますけど、もしこれから将来ですね、日本の中で2つ、うん、私がもう少し考えた方がいいと思うのは、同州制みたいのを設けることによって地方に力を与えていくと、うん、今は東京は繁栄してますよね、札幌、福岡、
とか大阪とか結構集中しちゃいますよね一部に。でこれを変えていくためにはやっぱり特区じゃちょっと足りないんで、本当に同州制で例えば税制まで変えて、アメリカの例えばテネシー州とテキサス州が張り合って企業誘致するみたいな、そういう形に持っていくのが一つ。もう一つやっぱり政治でですね、世襲の方が多すぎると、これを変えていくためにはやっぱり法律というよりも制度として自分の子供の、には自分の選挙区から出さないというふうなイギリスですね、ああいう形にしていくことによってみんなが政治に参加しようかと、そういう風土にしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。今これご覧になっている方々でも、もし例えばね中学生高校生大学生で外務省の仕事に興味があるって方はもうチャレンジしてほしい。十分できると思うしですね、その時にただ私はね、いつも言ってるのは外国語を勉強しようとかそういうことじゃなくて、国家公務員試験のどういう科目を受けるかっていうことを決めて、その科目の授業をちゃんと取って、そしてその本を読んで試験にパスするようにまずしなきゃダメだと。さすがプラクティカルな。これ僕実はこういうふうにお話を伺う中で僕こんな気持ちになったの初めてなんですけど、この質問生まれて初めてしたくなりました。藤崎さんの座右の銘を教えてください。あ、ないんですよそれは。では思いつくとすればこれとですね、先生これ聞いてください。Don't worry, be happy とかって言うんです。あんまりねくよくよ考えないで、なるようになると思ってやってみるとか、あるいはやらないならやらない、まあ、できるだけ楽しく暮らすということで、私は今までね心配で眠れなかったとかそういうのがないタイプで、すぐ寝ちゃう方なんですけども、あんまり体をそういうことでくよくよして痛めないようにするってことが一番大事なんじゃないかなという気がしますけど。とても素晴らしいお話ありがとうございました。どうもすみません、ありがとうございました。はじめまして、シンガーソングライターのうぴこです。今から歌う曲は、私が歌う意味を見つけた曲です。私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさも握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登って行け。
流れに打たれながら魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない、それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。白鳥門が田舎の街に、後足で砂場かけるって言われてさ、出てくならお前の身内も住めんようにしちゃるって言われてさ、うっかり燃やしたことにして、やっぱり燃やせんかったこの切符、あんたに送るけん持っとってよ。滲んだ文字東京行き、ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登って行け。私男だったらよかったわ、力ずくで男の思うままにならずに済んだかもしれないだけ、私男に生まれればよかったわ。ああ小魚たちの群れキラキラと、海の中の国境を越え中島みゆきさんでファイトでした。そうですね、この曲は私が路上ライブでよく歌っていた曲で、応援としての歌、本当に人に対して学生の方だったり OL さんの方だったりサラリーマンの方だったり、頑張る人たちに対して、そして自分自身に対してっていう思いが強くあります。
ぱりその路上ライブっていうのは通りすがる人もいるけど聴き入る人のその何かハッとした部分があったのかななんて思ったりして、届いている人がいるんだなって思うとすごくやりがいだったり好きなことにつながっているのが今現時点だなというふうに思います。まずはおめでとうございます。素晴らしかったです。ありがとうございます。素晴らしい。まずはおめでとうございます。素晴らしかったです。ありがとうございます。素晴らしい。なんて、まあ、みんな同じ分子ができてるじゃないですか。すごく集まるとそいつが氷になったり液体だったり、まあ、水蒸気だったりする。人間は集まっても、まあ、一個一個が違うから性質難しいですね。同じ遺伝子で DNA から全部決まると思ってるじゃないですか。だけど集団にすると全然違う性質が出てくると。集団っていうか環境ですかね。そうね、相手がいることが大事なんだよね、うん、ここであれですよ、我々の新しい社会のメンバーである、まあ、GPT-3 っていう GPT-4 が出てますけど、新しい AI の仲間をちょっと紹介して、そいつらがどう思うかを今のことに関してね、うんうん、ちょっと聞いてみたいと思うんだけど。はい、そう思います。熱帯魚の群れ行動や満足度や幸福度を表すような様々な外部刺激にどう反応するかをモデル化するのに使えます。一体与えられたものって何だ。
最初素直な感想どんな感じですか。まだ全然見てない世界が無限にあるんだなっていう、その無限の世界の入り口をちょっと覗き込んだような感じがしましたんで、ちょっと感謝してます本当。それはもうすごい褒め言葉で嬉しいです。嬉しいです。Brave New World の入り口。嬉しい。嬉しいです。クリエイティブは。私ブルーピリオド見てすごい芸大に憧れ抱いてて、で私あの DJ とクリエイティブの関係なんですけども、まあ、僕は個人的にはこの番組はエイブル清水建設 JT の提供でお送りしました。